はい、じゃあ撮りましたので、なんとなく10分から15分くらいただ喋るっていう、はい、アフタートークでございます。はい、あー片手使ってるんで、もっとラジもっとっていうタイトルでやろうかなと思うんですけど、どうですか？めっちゃいいじゃん、最高。アド派だり、アド派だっちゅうからさ、うん、しかもこのアフタートークはもう津軽弁でいこう、うん、あ、そうだね、うん、もうテロップ入れるから、ちゃんと、なんか途中からさ津軽弁喋ったりさ、うん、標準語を喋ったりさ、いや結構ね、マイクの前で喋るとさ意外と標準語でいけたなっていう。いや今日はほとんど標準語で言ったつもりだったけど、でも自分たちのこの青森の中にいる中で標準語話してるつもりになってるだけかもしれないからさ、もしかしたら標準語のつもりで話してんの、なまってるよってことあるよね。そう、ある、絶対ある。そうなんだよ、ね、それがそれはちょっと怖い。でも一応そのラジオ、もちろんアナウンサーでいらっしゃいますので、あの一応アナウンサーでいらっしゃいますので、そこは一応そういうルールっていうか、そうなってるわけでしょ、怒られるからでしょ、うん、青森県ってほら津軽だけじゃないじゃん、南部の人たちも聞いてるし。そうだね、うんうんうん、そうそうそう、ラジオではあの標準語でいくけども、アフタートークはあの字幕入れられるから別に、そうだね、どっちでもいいのよ、いいでもいいでも、どっちでもいいの、英語でもいいんだよ、うん、英語でもいいの、全然、どうぞ。あは、あは、あ、オーケー、あ、オーケー、アミヨシミ、よし、アミヨシミ、メリーデンジャラス、デンジャラス、why are you so dangerous? yeah, I'm dangerous. そんな連呼するのおかしいでしょ、どう考えても。ね、しかも聞いて、私さ前ハワイに行った時に、うん、まあ、すげえコミュ力高いみたいな雰囲気で出てるじゃん。出てる、あの外国人だけど短聞きたくなるぐらいのコミュ力で出るよ。出てると思ってるじゃん。出てる出てる出てる。私のコミュ力日本でしか通じないから。マジハワイ行ったらもうずっとしたもん。何チップってみたいな。私は割とどこでもなんかあの我が物顔で歩くタイプだから、あのすぐ道聞かれる、すごいでしで自分で分かんないからいつも一緒に聞きに行ってあげるっていう、ね、そう、うん、必要なのかなっていう、そう、うん、必要なのかなっていう感じの人、うん、え、電車乗ってる時何、え、誰も隣に座ってこないんだよね、なんで、おいに問題じゃない、まさかのおいにもしくはこいつの隣狭いって思われてるのかもしれない。あえてそこ突っ込んでいくけど、ちょ、そのさ、ちょっとこう、かっぷくいいキャラでいくわけ、その感じで。今後さ、あの、パートナーとしてさ、うん、こうやっていくときにさ、どう、女性だし、うん、そこについて、結構こう、人脈的にいくじゃん。割と。行っちゃうよね。あの別に、あの、うん、なんて言うんだろう。行こうと思って行ってるんじゃなくて、ちょっと、うん、喋りの延長線上に体重の話があるっていう。ああ、なるほどね。だからそこをさ、こう、一応こう、うん、私さ、好感度狙っていきたいわけ。わかる？青森のこの夕方の好感度狙っていきたいときにさ、一緒になって、うん、こうさ、わかるわかるみたいな、ちょ、おっきいもんねみたいなテンションで行くとさ、すごいさ、なんていうの、こう、女性、うん、女性に対して失礼な扱い。だっていう風に、うん、あの自分がどう思うかっていうよりは人にどう見られるかだけ気にして生きてるから、私はもう常に人からどう見てられてるかだけ気にして生きてるタイプの人間だから、一緒になって言っていいのかなっていうところはあるよね。それさ、この間さ特番でさ、あの、うん、今宗行さんっていうさ、もう超レジェンド的人が東京から来て、うんうん、先週ね、うん、7時間ら やったんだけど、うんうん、もう体重の話すんなって言われた。あ、いや、わかるよ。結構さ、電波に乗ってないとこだったら、自分たちのうちわでさ、言えるけど、うん、聞いてる人たちにとって心地いいラインってどこまでなんだろうって結構難しいよね。体重だけじゃなくて、いろんなことが。うん。ねえねえ、なんで私体重のことについてこんなに真剣に話しなきゃいけない？もうこれがさ、一番恥ずかしめだよね。そうだよ。別にいいじゃん。私が自分たちの話ってそれこそなんそんな私体重のこと絶対話しちゃいけないみたいな、逆になんで制約受けてんだろう、今ふと我に思ったよ、帰ったよ、すごい、なんだろう、優しさのつもりがものすごい傷つけてた。そうだよ、なんか逆に
私57キロだろうが72キロだろうがどうなっていいのよ。そうだよね、分かった。じゃあそういう、確かになんかこの時代コンプラコンプラでさ、これは言わない方がいいよねとか、これは大丈夫なのかなって気にしすぎるのよくないね。あ、でも、うん、あの確かにあの対誰かがいると、私はずっと一人で喋ってるから今までね、もう己との戦いなわけ、うん、会話は。確かにそうなるとさ、何でもさネタで出していってたわけこれまでね。なるほど、そこ数年。いや でもそれ急に人と喋ってるから、すっごいわかる。私も YouTube で自分で喋るとき、やっぱりついつい、あとテロップとか入れるときもついつい自分にツッコミ入れたりとか自虐になりがちなのは、なりがちなのよ、なりがち。ちょっと予防線も張ってるよ、ね、人あるある。自分はちゃんとわきまえてますよっていう、あの自分のことすごいいいとこにおいでないですよっていうさ、あのちょっとこの予防線も張る意味でもやっぱ自虐に行った方が安全じゃん、うんうん、一人喋りだと、うんうん、このそうそうそう、お互い 相方がいて喋ることに対してこれからちょっとずつ慣れていかなきゃいけないから、うん、慣れていかなきゃいけない、うん、慣れていかなきゃいけないから、うん、漫才の人たち、そんな一人喋りのさ、一人喋りの裏そんなに言っちゃって大丈夫なの？今度からさ、ね、お互い一人で喋るラジオもあればまだ一人でやる YouTube もあるのに、今度からそういう風に見られちゃうよね。そう見られちゃうから、あ、今なんか予防線張ってんだなみたいになっちゃうじゃん。そっこうなんかすごい暴かれてんのよ私。え、でもそれはやっぱりこうオフトークならではだからいいのよ。だって確かに確かにそうね。いや、だって自虐してるけど普段自分のこと無職だしとか、うん、なんかもうただの中年おっさんだしって言ってるけど、あの悪いけど本当はまあまあいけてると思ってるよ、そりゃ自分のこと。まあ全然自分のこと好きだよ。だけどさ、その感じ全開で出すよりはなんかちょっとやっぱり自分分かってるんでみたいな、イケイケじゃないことになってるのちゃんと分かってるんでっていうさ、予防線張っときたいからさ、やっぱり自虐して自分にツッコミ入れることで守ってるけど、本当はまあまあいけてると思ってるよ。いやでもさ、今日さ、今日の3時間通して、うん、一発目遅れてきた大スターだから。何に遅れてんのかも分かんないし、何なんだろうね一体。面白かった、すごい楽しかった。あ、本当、何しろね、ツイッターもさ全然ツイッターとか紹介できなかったけどめちゃくちゃ来てたよ。ラジコプレミアムにあの、うん、課金してくれた人たちがやっぱいたっていうのは、うん、本当にありがたい。いや本当にありがとうございます。いや、あのね、大事なのよ、アーカイブ1週間聞けるんで、聞けるんで、あのタイムフリー聞けます。エリア外も聞けます。ぜひこれ今日のラジオの放送聞いてない人もいると思うんですけど、うん、まだ次の金曜日の放送の前まではタイムフリーで聞けるわけでしょ。そうそう、あの青森の地域情報を仕入れたいっていうあの全国の方はぜひラジコプレミアムに登録していただいて、そうなんです、していただきたい、メッセージを、そうメッセージを送っていただいて。ちなみに今日のオープニングは、はい、録音です。ねえ、それ言わなくていいから。電話のつなぎの関係上、ノーカットの録音です。録音だと思って聞いてください。ね、ノー編集です。本当に、すごいね、生放送スタートしました、初回みたいなテンションで録音しました。録音してんの。その最初の3、4分を聞きたい方はぜひラジコプレミアムでタイムフリー。ラジコプレミアムお願いします。いやいや、もう、県内の方はいい振りするね。いい振りすんね。さすが曲穴だね。いい振りすんね。ラジコプレミアムお願いします。さすがじゃん。次週以降、うん、どういう放送にしていきますか？もうあれですよ、私は基本的に出たとこ勝負なんで。いや本当にね、だからさ、お互い出たとこ勝負すぎてさ、そうなるよ、あの何の準備もしなくても始まればやれるっしょって感じがありすぎて、ありすぎて今回さ、うん、イレギュラーの放送ってなった時に急にさ 2,3 日前からバタついたわけじゃん。だからいると思ってたから、そういると思って、私も現場にいればもうどんと来いです、何でもやるんでみたいな感じだったのに、いけないから、なんか急にさ、急に真面目ぶってさ、すごいここ大丈夫ですかとか、このコーナーって私出るんですか出ないんですかとか急にさやり始めて、なんかやる、それまでやる気願ったのかよっていうぐらいの感じだったから。
だからしかも今回のリニューアルのために FM あまりピアノ買ってるんですよ、電子ピアノを、ね、そうなの。なんか木曜日のみどりちゃんと私がどっちも生演奏できるようにピアノまで買って用意してくれてたのに初週使わずっていう初回使わずそこにワイヤーあるピアノ、そこにラジオ聞けばラジオ生ライブを聞ける可能性があるってことでしょ。そうそうそう、生で、すごい。だからそれもさ、どういうコーナーにするのかをちょっと決めていこう、うん、今後あの、ね、私が歌いたい歌を歌うのか、それともリクエストでなんか生ライブするのかとか、うん、ちょっとその辺も、あの、うじらほら何しろ出たってことだから、そうなのよ、やっぱり、あの、多分さ、事前にさ、ね、企画会議しないで3時間の生放送の中で企画会議すればいいと思う、うん、そうしよう、そうしよう、それも込みだね、うん、そうで、お客さんの、あの、聞いてくれてるリスナーさんの反応を見ながら、あ、じゃあこのコーナーでやろうって決めていく感じの、うん、うん、もう すごいね、ちょっとその事前打ち合わせしたくない感じ全開じゃんでも、うん、この作っていく過程も見えるっていうのが多分今っぽいと思います。いい、ね、そう、そうだよ、なんかすっごい準備されてお膳立てされたものだけ見せられるっていうのは、うん、もう今の時代、うん、YouTube もラジオもいらないと思うよ。もうさ、そういうぶっつけ感っていうか生感っていうか、そのプロセスも見せていくっていうのがやっぱり今一番熱いんじゃない？ね、すっごい熱い話してる時に申し訳ないんだけどさ、うんうん、こうやって笑った時のこのシワに震えだ今。わかるよ。わかる。これに震えだ今。ビデオ電話のさ、やばいことでさ、やっぱりさ、お互い結局自分の顔しか見てないよ。そうなの。やべ、ちょっとね、何これと思って。先に進んでなかった。